はい、マッチングしました。皆さんやっていきたいと思います。よろしくお願いします。私の名前はベジータです。頑張っていきましょう。Let's fight together. はい、ということでね、まあしっかりとこのリビックの世界をこのエリートサイヤ人の私が、蹂躙していこうと思いますんで、ぜひよかったら皆さん、いた!最後まで見ていってください。よろしくお願いします。まあベジータの強さをね、皆さんにちゃんと見てもらわないといけないかなと思います。はい。本当ね、やっぱベジータって、まあ、カマセイヌみたいな感じで見られていると思うんですけど、でも実はそうじゃないんでね、まあしっかり皆さん見ていってください。よろしくお願いします。これみんなクランの方なのかな?同じような名前してらっしゃるけど。なるほど。ということでよろしくお願いします。3番さん、降りてください。ベジータはね、一緒に降りるのが大好きなんで、ベジータはちょっと一緒に降りる役として、やらせてください。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。どこに行くのかな ?4 番さんじゃなくて3番さん。え、3番さんなんか通信が切れているけど大丈夫かな?大丈夫なのかな?でもね、私は3番さんを信じるよ。入ってきてくれ。それはみんなクランで一緒の人なんじゃないのか?ん?違うのか?これが欲しいアクセサリー。いや、その前に待てよ。これはね、完全にフォロー解除しよう。はい。ということで、ちょっと、3番さんが戻ってこなかったので、降りていきたいと思います。アタッチメント欲しいって言ってましたが、アタッチメント探してあげましょう。どうしたんだろう、あの人。なんで、通信切れちゃったんだろうね。うん。まあ、戻ってくるんじゃない?電波がちょっと悪かったんじゃないかなと思います。さあ、行きましょう。ベジータ行くぜ!任せろ。やっていくぜ。ということで、とりあえず、戦うためには、いろんな武器が必要なんですよ。そう。本当のベジータだったらね、ちょっとここはね、武器なんていらないんですが、ちょっとね、今回のベジータはね、ちょっと武器を使いたいと。人間たちの戦いを体現してみたいということでね、今回ベジータさんは武器を使っていますんで、皆さんぜひね、この武器の捌き方?武器捌きも見ていただきたい。ぜひ。このベジータさんの武器捌きももう注目の一つなので、ぜひ、見物です、皆さん。よろしくお願いします。ベジータさんなんか5ミリ武器が欲しいって言ってるんですが、5ミリ武器どこにあるんだろうね。でも私の味方さんはどこに行ったんだろう?何してんだろう、一体。何してんだろう?動いてる?よかった、よかった。動いてるね。オッケー。ちょっとね、一瞬動いてないかなと思ったんだけど、ただ動いてるんで大丈夫です。はい。私はね、サイヤ人の王として、皆さんを、キャリーしていこうかと思います。はい、行くぜ。よし、行く。俺はサイヤ人の王だ。任せろ。今のはビッグバンアタックだ。聞いただろう?よーし、行くぞ。恥ずかしくなるけどね。だんだん。これやってると。だけど、まぁ、ちょっと場を盛り上げていかないとさ、やっぱりちょっとね、なんか、ベジータ様だとか言ってなんか、恥ずかしながらやっててもちょっと面白くないじゃん?なんだ?足音したぞ。いるな?貴様そこにいるのか?気を感じるぞ。どこにいるんだ?この中にいるな?あ、気を感じるぞ。お前はなんで裸なんだ一体?あ、人間だった!危ない!人間だったわ!ダメージ見てびっくり!すまん。Awesome. なんだよ、びっくりした。しかも武空術まで持って。ちょっとびっくりした。ベジータ、びっくりしたぜ。マジで。なんだ、いきなり、だって、来るんだもん。人いないと思ってたら、来るんだもん。みんな気をつけて。あのね、人はいるものと思って、これ行動した方がいいわ。ハメハメハだ。またの名を、ビッグバンアタックって言うんで、皆さん覚えておいてください。ベジータが持てば、ビッグバンアタックになるので、覚えておいてください。俺がベジータだ。ちょっと、天下一武道会に行ってくるぞ。俺は。ベジータ。ああ、そこにいるのか。再配置したな。なるほど。今さっきやったやつは再配置したようだな。うん。なんか、VC を少しだけつけて切ったな。なんだ今のレイヤツは。ちょっとよくわからんか。はい、ということで、天下一武道会にやってきました。天下一武道会にやってきたんですが、対戦相手がいないんですね。なぜか。天下一武道会なのに対戦相手がいないって寂しいね。結構ここもね、いろいろ落ちてますね。うん、まあ拾っていきましょう。
なんでその、なんか VC をなんか微妙につけるの？と。微妙につけるの？なんか。その微妙につけるのやめて、なんか。あいつは今さっき私がやったやつだと思うんですよね。ちょっとやりに行こうかな。OK？ あ、いますね。やりに行こう。多分あそこで生き返ったんじゃないかと私の中では思っておりますが。やってるな。どこでやってるのか、あの中かな、外出てきたかな。俺ともう一度戦え。こいつ俺と戦え。いいか、俺はサイヤ人の王だぞ。お、やってるやってるやってる。今さっき俺と戦ったやつだな、これは。いるな。どこにいる、どこにいるんだ。俺はサイヤ人の王だぞ。どこにいる。下にいるな。いたぞ。あれだな。俺はサイヤ人の王だ。ビッグバンアタック。同じやつに2回倒すっていうね。これが本当のビッグバンアタックだ。覚えておけ。なあ。わかったが、サイヤ人の王はこの俺だ。いるな、そこに。2枚もいるな。オッケー、やっていく。後ろから全員倒してやるぜ、俺のビッグバンアタックで。負けた！ダウンした。あいつのビッグバンアタックはなかなか強かったな。はい、マッチングしました。皆さんよろしくお願いします。本日もやっていきたいと思います。私は、サイヤ人の王。エリートサイヤ人。ベジータだ。よろしくお願いします。はい。まあ、これは恥ずかしいので、一回しか言いませんので、皆さん、一回だけね、聞いておいてくださいね。よろしくお願いします。ということでね、今回も見せつけていこうと思います。エリートなところをね、皆さんにぜひ見ていただきたいなと思ってね、今回やっていきます。よろしくお願いします。はい。このリビックのドラゴンボールモードでは、ベジータは最強なので、ぜひね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。どうやらパラシュートは自分で降りないといけないということか。なるほど。じゃあドラゴンボール村に行こう。お、全員飛んできてくれてるじゃないか。さすが。お前たちも戦闘民族なんだな。素晴らしい。俺の部下にしてやろう。やめよう。そういう部下とかいうのは。このゲームそういうなんか上下関係はちょっとやめよう。ギクシャクしちゃうから。I got supplies. 了解。いるな。いるな。敵はいるな。ここに。戦闘。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。ナイス。ナイスだ。味方もどうやらサイヤ人のエリートかもしれないな。素晴らしい。俺たちはサイヤ人のエリートとして一緒に頑張ろう。よし、どんどんオープンするんだ。一人しかいなかったのかな、結局。一人しかいなかったのか、めぐみ！わお。めぐみとか落ちてんだね、普通に。めぐ、あ、いるのか、いるのか。あ、いるんだな。なるほど。まあ、私はサイヤ人のエリートとしては、戦わないよ。まだ。私はなんか、リーサルウェポンと呼んでくれ。またの名を。ベジータ、リーサルウェポンなんだ。だから、まだ今私は戦闘には参加しない。よくやった。ナイスだ。よし。装備も完璧だな。これは。だいたいサイヤ人がこんな装備なんてする必要もないんだが、人間が使っている武器とやらをな、使いこなしてやろうと思う。溺れ死んだ4番が。残念だ。また会おう。ね、これ、ね、注意すべき点があってね、これね、こっち側がね、めちゃくちゃ危ないのよ。実は、ここって、おっと、カメハメハを撃っていく。音が怖え。カメハメは弱体化されたという噂だが、本当にそうなのか。じゃあ、ビッグバンアタックでもかましてやろうか。と、敵どこにいるんだろう。マジでね、ここからね、出るときがめちゃくちゃ危なくて、ちょっとごめんね、普通に喋ってるけど。ここから出るときすげえ危ないんですよね。なんで、ここの、ドラゴンボール村はマジで気をつけてください。すぐ奴らはね、狙ってくるんで。美味しいねーとか言って。どうしたどうした、そんなにカメハメハが好きなのか。お前、カメハメハよりビッグバンアタックを使えた方がかっこいいぞ。よく覚えてる。どうした？そんなに撃って。ちょっとなんか怖いからやめてくれよ。ドキッとするじゃないか。カカロットかと思ったわ。ドキッとするわ。これは俺様ベジータとして、その
ことは結構トラウマ級なんだよな。俺がどんなに鍛錬してもな、カカロットのやつは常に俺を超えてきやがる。あいつは下級戦地のくせに超えてきやがるからな。まったくふざけた野郎だ。今日こそカカロットと決着をつけてやる。俺様の力で。カカロット。カカロットがいるぞ、ここに。カカロットがいるな。いや、これは違うな。カカロットではない。これは変態だ。お、待て、変態。カカロットもどき。甘かったな。本物は、もっと強いんだよ。いるな、ここに。この足音は、いや、去っていったな。逃がさんぞ。いや、これはな、人間ではない。これは人間ではない。私にはわかるんだ。私はサイヤ人の王だ。覚えておけ、ボットよ。あ、なに？いるよ。アンチに入ったが、敵の姿は見えない。それ、ボットだな。ボットばっかりだな。あ、なんかいるな。ボットだな。ボットしかいないとか、そういうことはあるのか？そんなつまらん街に私は来てしまったのか？スーパーサイヤ人。いや、違うな。いるな、プレイヤー、ちゃんと。いたな。プレイヤーがキルログを今流していたな。よし。そいつはカカロットだな、いわゆる。カカロットがいるんだな。ただ、銃声がここまで聞こえてこないってことは、この近くにいないということだ。しかしいないな。いたよー。こっちだ。マークのところまで頑張ろうか。待てよ。OK？ こいつと？これ多分人間だよな。と、あとな、そっちにいたんだ。今、敵が。人間かどうかはわからない。サイヤ人かもしれない。やつは。いた、あいつは。よし。あいつは、サイヤ人ではなかった。残念だったな。あと一人だ。あと一人は多分、ボットなんじゃないかなと思っているんだが。サイヤ人の王だ、俺が。よし。俺がサイヤ人の王の力だ。全員覚えておけ。We are number one. そして、俺が、サイヤ人の王のダンスだ。今度から全員踊れるようにしっかり練習しておくように。いいか？そうだ。エリートなサイヤ人の王からの命令だ。頼むぞ。それから、チャンネル登録と、高評価も、絶対に忘れるんじゃないぞ。